惜しかったね。まだまだ個人の力に頼っているな。大切なのは仲間とのチームワーク。仲間と言われても一人足りてないんですけどね。それ今言わな、だいたいあんな遅刻男がいなくてもこのハマル先生くらい。遅刻男がなんだって。奇襲は失敗か。あれだけ大きな声を出してれば奇襲じゃないよね。いや、逆にその大胆さが次のホカゲとしての器。ホカゲになるのは私って。ボルト、あんた遅刻だから大遅刻。細かいこと気にするな。行くぜサラダ、ミツキ、このハマル先生を倒して遅刻のことなんか帳消しだって。本気でかかってこい。一人で何とかしようとするな。大切なのはチームワーク。攻撃のメインを切り替えることを意識しろよ、これ。なんて考えろってのさ。ドリル全部できた方が断然かっこいいじゃん。もう使ってみるか。メインの時、うわぁ、今の。そろそろ決めるわよ。まだバノーイッチョ。なるほど、あれが最近開発。なるほど、あれが最近開発された例のミルク。僕ならこの状況をどうにかできるよ。変わろう。そうだね。遅刻男が偉そうに。つうかあんたな、まさかまたゲームや。まさか。じゃあなんで顔を背く。いや。お前たちは仲がいいのか悪い。正直チームだが。今。ん？はい。この。無線連絡。なんだろう。ええ。緊急任務だ。どうやら
近隣俺たちはこれより現場クマ俺が先行する今回の任務もボルトなのだから他に俺はほかげになんかそうなの君の祖父も父親もなんだと一番地形とこにあるもん出せんだよクソ親父失礼します遅かったな大体の報告はご苦労だったなまあ俺一人だったよ忍びとして大切修行なんてしこのハマルお前いつもこいつに何俺のこと知りもしねえでちゃんと見たことも大切なのそれより父ちゃんとして大切なひまわりの誕生日まで忘れた失礼します七代片付けか科学任務班班この度の中任試験これを使えば下忍に過酷な修行をダメだ中任試験はパフォーマンスじゃそうです失礼しますちゃんのダンス。おい、ボルト。ただいま。おかえりなさい。よ。分かってんじゃん。ひまわり、お誕生日おめでとう。ありがとう。ひまわり。うん。影分身。ボルト。お父さんは里の実してあなたたちをない。なんで？なんで俺の一日中机の前でおかげは大変な代々伝わるじゃあおかげの子供たちにも代々このくだらねえ状況をありがたく伝えてきたんだろうよそういやじいちゃんもおかげだったって父ちゃんがガキの頃はおかげのじそしたら親子のこの楽しい状況も確かに大切な日にあなたはお父さんのあなたにはお父さん俺はいいんだでもひまわりにはもういいやまさか今さら帰ってきたクソやじあそのすいません俺父ちゃんと勘違いしてナルトの息子か名は渦巻ボルトボルトどうしたのもしかしてサスケくんナルトはいるかまだおかげ室だと思うけどそうか邪魔したなかっけやっちまったやけに落ち込んでいるなサスケ何かあったのかいやていうか何があったんだこれはかぐやの城の土産だ中身は俺のリンネガンでも読めんそれに気になる輩もいた
この巻物は解読に回す。そういえば、お前のガキに会った。昔のお前そっくりだったな。いや、あいつはどちらかというと昔のお前に近い。いや、やっぱり俺たちが。それは違うな。忍びの本質は変わらない。どうだかね、この言い合いはおそらく俺の勝ちだってばよ。うっすらトンカチが。あの人は父ちゃんに会いに。だったら帰りがけのタイミングを狙って。よし。